近所のコンビニの一番声が大きい店員さんは大木ボンドさんに似ています。19歳古田さんからいただきました。市川隆です。コンビニで働いてるんですけど、声がでかくてこの髪型と眼鏡で大木ボンドさんによく似てるって言われるんですよ。そのため来るお客さんからみんなボンちゃんボンちゃんって言われて、市川っていう名前を覚えられないんですよね。最近ハマってることってあります？はい、私昔からオタク系の趣味を持ってまして、鉄道と時計が大好きなんですよ。これは学生時代私が集めたものなんですけれど、これはオレンジカードって最近ちょっと見なくなっちゃったんですけど、駅を使ってる時によく怒ってるやつの使用済みのやつをいっぱい集めたんですよね。一番思い出に残ってるとか一番好きなカードってどれか教えてもらってもいいですか？はい、私が好きなのはやっぱり電気機関車で、このカードです。これは EF58 型電気機関車という機関車で、もう今は走ってないんですよ。ですけど私は子供の頃東海道線で荷物列車やブルートレインを引っ張っていて、子供の頃よく見てこれが好きで、ね、鉄道マニアになったんですよ。思い出の機関車なんですね。もう一つガラクタの時計なんですけれど、こちらなんですよ。これ戦前の時計なんですよ。でも全部動かないんですよね、これ残念ながら。最近やってみたいこととかあるんですか？最近電車の昔の線路廃線歩きなんかやってて、思う存分そういうの歩いてみたいなってやっぱ気持ちありますね。夏から秋にかけて廃線なんかを歩いて、昔この線路がどういう線路だったのかと、そういう思いを馳せながらじっくり1日2日3日とかいて歩いてみたいなっていう気持ちが今ありますね。特技とかってあるんですか？はい、ちょっと変な特技なんですけど、足で指パッチンができるんですよ。ちょっと気持ち悪いって方もいるんですけれど、ちょっと聞きたいんですけど。はい、今なるかな？靴下脱いでもよろしいでしょうか？全然いいですよ。わかりますでしょうか？これ小指と薬指を別に動かしてるんですよね。それで小指と薬指で音を出してるんですよ。これは単に気持ち悪い、ただこれだけなんですけれど、何の役にも立ちません。へえ。あとちょっと親指の関節が変な方向に曲がるっていうのもあるんですよ。まあそれも見せてもらっていいですか？はい、この親指よく見てください。普通こう合わせまして左だけなんですけれど、こうなるんですよね。とにかく変なやつなんですよね、私って。さすがに人に見せられるもんじゃないんですけれど。最後感想もらっていいですか？番組で出てもらって。今日春日さんにいろいろお話しさせてもらいまして、春日さんのパワーに圧倒されました。私にとってはやっぱり春日さんは笑いの超特急です。私もああいう人に憧れますよ。本当にいろいろありがとうございました。